飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはマリーンズの先発佐々木が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対塁に出したくないですよね。そうですね。初球はボールになりました。インコース決まりました。高めのボール球振っていきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。センター一郎、センター一郎、背番号51。初球わずかに外れてボール。いいところへ決まります。次が3球目。引っ張った、ファーストが取る、アウト、ツーアウト。打順は3番ビッグボス。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。低めストレート、ストライク。ここは165キロを計測しています。低めのボール入りました。ワンボールツーストライク。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。